はい、スンドゥブハロー YouTube、ドド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 ド
ルドゥンツッツッドゥン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 ワンワンワンポワンワンワンポワンワンワンポワンワンドゥルドゥルドゥンワ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 ン。はいどうも、たまり水ギャングです。神風ギャング団です。ワッフルギャング団です。ワッフルギャング団って神風ギャング団の名前をちょっともじったのかな。俺もなんか今の清志郎さんの名前の清志郎って清志郎を清志郎にしようと。なんかね、まあ、名前の由来って俺最初の名前プロと清志郎にしようと思ったんですけど、いいけどうーんって思って、名前っぽくないなって思って、ただ当て字にしてる感じ、よろしくみたいな感じだったから、うーんって思って、でなんかいろいろ考えてきて始まっていうなんかねのができて、名字みたいのができて、それで清志郎っていうのも、清志郎さんをまあリスペクトはできてないと思うけど、もじって、まあプロと京のやってて、京語、京ってなんて言うんだろうな、まあベーダー京とかいう時に何々京とか、トップハムトップ京だっけ、あのトーマスのあのシルクハットのおじいさんとかもトップハムトップ京みたいな、ハムトップトップ京だっけ、トムハムトップハム京だっけ、トップハットソンみたいなね、バイハドソンみたいな、まあバイハドソン教みたいな感じの教でプロト教ってやってて、でじゃあ教にしようって言って、士っていうのは武士の士を、僕の あの名前一文字で、でローっていうのはじゃあ清志郎さんのローにしようって思ったら、なんかね朗読のローにしてて変換で、あでもなんかしっくりきたなって思って、いいじゃんって言って、太郎じゃないじゃん、いいじゃんって思ってこれにしました。京志郎ってすごい読みづらいんですよね。これ誰もよ初で読まれたことないんですよ。誰にも俺名前をこの、だから名前としての機能を失ってるんですよね。その読みやすいから名前であるのに、個性を出そうとして名前ではなくなってるんですよ。林先生が言ってたら、なんか林先生が言って、名前っていうのはそのなんだっけ、固有名詞だっけ、その一人がある名詞、固有名詞であるっていうから、犬の中の種類、トイプードル、トイプードルの名前をな、じゃあもじゃもじゃもじゃトイちゃんみたいにするっていうね、もじゃトイちゃんみたいな感じにして、初めてその子だけ、その子もじゃといちゃんだけ呼びたいときにもじゃといちゃんって呼ぶっていう、名前との機能としては読めなきゃ意味がないって言ってたんで、俺読めませんからね、俺の名前誰も。いやでも頭いい人は読めると思うけど、うん、まああんま使わない感じ多いですからね、今日ってまず使わないですからね。いやでも読めると思うんだよな、常識ある人からしたら意外にっていうね、世の中の常識に訴えかけてくるって、はい、まあ、トイレ行ってくるんで、もうちょっと今日の動画ここまでだっていうね、やる気のなさが露呈ならぬ補呈、いや違えよ、補呈ならぬ露呈だし、補呈さんのことを補呈って言うな、な本当にそういうとこだぞでした。